こんにちは、科学のお姉さんこと五十嵐美希です。今日のテーマはじゃん、ゴムです。今私の髪を止めることができたのもゴムが伸びた時に元に戻ろうとする力があるからだよね。今日はこのゴムについて実験していくよ。それではレッツサイエンス。今日使う道具はこちら、長い棒。例えばサランラップの芯でも作れるよ。そして紙コップ、ハサミ、輪ゴム2本、テープ、カッター。まずカッターで紙コップの底をくり抜きます。刃物を使うので手などを切らないように大人の人と一緒に作業してね。切れました。紙コップをこのように裏返して切り込みを入れていきます。これも刃物を使うので手を切らないように気をつけてください。このように4箇所サクッと、輪ゴムを2つ今からくっつけます。さあ、ここはねちょっと難しいんだけれども、輪ゴムを2つこのように重ねて、この上側のゴムのところの真ん中から引っ張っていきます。そうすると2つのゴムがつながるよ。そしたらさっきの紙コップの切れ込みに輪ゴムをそれぞれ通していきます。こんな形になるように1箇所ずつ入れていきます。こんな感じでゴムが紙コップに引っかかります。そしたらこの切れ込みのところをテープで留めます。これで完成です。この取り付けた輪ゴムの真ん中のところにさっきの棒をこのように入れていきます。そして手を離すとほら飛んでいったよね。じゃあここでみんなに問題。どっちの方が遠くに紙コップが飛ぶでしょうか。1番ゴムを短く伸ばす、2番ゴムを長く伸ばす。正解は2番の長く伸ばすでした。今度は同じ輪ゴムをもう1個取り付けてみたよ。ここで問題。さっきの輪ゴム1個つけてた時と比べて輪ゴム2個つけた時には紙コップの飛び方はどのようになるでしょうか。1番、さっきの輪ゴム1個と比べて2個の方が遠くに飛ぶ。2番、さっきの
1個の時と比べて2個の時の方が飛ばない。3番同じぐらい飛ぶ。正解は1番でした。それでは今日のまとめ。まずゴムには物を動かす働きがあったよね。そしてこの物を動かす働きはゴムを長く伸ばすほど、そしてゴムの本数を増やすほど大きくなることが分かりました。今日の実験ためになったよという人はいいねボタンとチャンネル登録をお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。